ことだ。お前さんたち、それがなんだかよくわからんが、いろんな軍がこっちに向かって。次元とは、兵法とは、戦への探求は尽きることがなかねえ。おいが鬼で、おまはんは桃太郎、遠慮はいらんど。だ、誰だてめえ。俺がこの薩摩の番人じゃ。薩摩隼人が逃げんじゃなか。ちょっとぐらい手加減してくれよ。こんなところに降伏するわけねえ。みんなを裏切るかよ。打ちのめす、さいならだ。よう戻ってきたとね。まずはゆっくり休むがよか。やってやれ。こんなんが相手じゃ、命がいくつあっても足りねえ。頭も腕も見かけ以上。とくら、おいおい、そんなに褒めるなよ。お見逃しを。我らはただ怖くて隠れていただけで。試合見せてくれんね。お任せくだされ。怖い怖い、無理無理。お家に帰して。やってやるが、島津様に合わせる顔がねえ。もろか。おまはんは薩摩語のことは読めん。誇れ、そなたは兵をつぎ込むに足る武人よ。薩摩隼人は虎に勝って一人前よ。おまはんらも試すとよか。おい誰か、一休さんを呼んでこい。後ろ傷が不明よ。まあ普通はそうであるよな。始末様の戦下にはもうついていけないよ。なんだけなか。おまはんらの臆病、棚にあげるんじゃなか。この戦どうせ負けたって。逃げるが勝ちよ。俺なんか気にすんな。今のうちに行く。兵法も剣も道理は同じじゃ。行く前から勝負は決まってんぞ。辛いな。背の傷なんかより笑いをこらえるのが次元の技。呪いだろうとなんだろうと別に構わんさ。勘兵衛さん、体だけはとにかく頑丈だからな。される時は俺も一緒で。
こでもな。飛散場は9割成功。だが本番がどうなるかだ。官兵衛さんは文武両道、顔もまあ渋いしな。立ち向かうは勇気か、いな、無謀だ。行くぜ、無敵なのに。鬼島津という異形など今の老いにはもったいなか。老いはただの鬼、名もなき一匹の鬼じゃ。ところであの人、なんであんなに動けるの？話し合いか、穴掘り勝負で解決。しますと、お茶くんでなか。男なら覚悟決めんしゃい。しまずせんと、釣りのうせじゃ。おまはんら、罪じゃ。見え。すまん見え。ほぐれたか。風で肩こりがひどくてね。さあ一緒に晴らすんじゃ。次元の王、問いはすなわち誠のおつつが指し示すもの。思い出しちゃうぞ。長生に負けるとはよっぽど月がなかったなかった。いや、長生は月を使い切ってしまったのか。